よっそろー宣教の港へようこそ。このお話は宣教師メリー・スレッサの物語です。メリーの父が死んで11歳のメリーが働きに出なくてはなりませんでした。銃と工場では多くの子供たちが6時間働き、それから6時間工場にある学校で勉強するのです。ヘトヘトになって家に帰ります。お母さん、はい、お給料もらえたよ。ありがとう。まだ子供なのにごめんね。6人の弟や妹がいるからね。大丈夫だよ。今日は楽しい日曜日です。メリーの家族は教会へ行きます。聖書のお話はメリーをいつも元気にしてくれます。神様はあなたの名前を知っています。あなたを愛しています。あなたの祈りを聞き助けてくださいます。イエス様はいつもあなたと共におられるからです。メリーは朝早くから工場で働き、また学校で勉強して、クタクタになっても家の手伝いもします。神様、手が痛くてもう働けません。無理です。でもイエス様が力を与えて手を癒してください。神様はメリーの祈りを聞いてくださいました。メリーは20歳の時、教会にアフリカのナイジェリアから宣教師が来て、その報告を聞きました。ナイジェリアのキャラバは本当に恐ろしいところで、魔術と人食い人種がいて、人を生贄にしたり、不幸が来ると言われている双子が生まれると一人を殺すのです。この人たちのために何かしてあげたい。神様はその時メリーに語りかけました。そうだね、まずはスコットランドで宣教師としてイエス様のことを伝えなさい。メリーはびっくりしましたが、はいと答えました。さて、これからメリーは何を始めるのでしょうか。この続きはまた次回、宣教の港で。よっそろー。御言葉の蔵。神は仰せられた。地が種類に従って生き物を生ぜよ。家畜や這うもの、野の獣を種類に従って。そのようになった。創世記1章24節。言葉の意味。神は仰せられたとは、神様が命令されたということ。生き物を生ぜよとは、生きるものができるようにということ。種類に従ってとは、神様が決められた種類の通りにということ。家畜や這うもの、野の獣をとは、牛や豚、トカゲ、狼、ライオンなどということ。つまり神様が決められた種類の通りに、家畜やトカゲやライオンなどが地面から出てくるように、神様が命じられるとその通りに地面から出てきたということ。創世記1章24節。お話の家にようこそ。前回は神様がこの宇宙、ね、星、
太陽、月を作ってくださったことを学びました。今日は5日目です。今日のお話は、生き物を作られたの巻。動物を作ってくれたっていう方がいいのかもしれませんが、あなたは動物っていうとどういうふうに思いますか？動物、漢字で見ると動くもののこと、動物ですね。ですから哺乳類の動物もいれば爬虫類の動物もいるし、いろんなものを動物動物って言っています。でも神様は動物という言い方をね、なぜか使っていないんです、聖書の中で。不思議だと思いませんか？神様がどんな風に作るように命じられたのか、今日も聖書を開いていきましょう。聖書を開きましょう。創世記1章20節、神は仰せられた。水には生き物が群がれ、鳥が地の上、天の大空を飛べ。神は海の居住と種類に従って水に群がり、うごめくすべての生き物と種類に従って翼のあるすべての鳥を創造された。神はそれを見てよしとされた。神はそれらを祝福して仰せられた。産めよ増えよ、海の水に満ちよ、また鳥は地で増えよ。はい、ここに書いてあるとね、生き物って書いてるんですよね。水には生き物が群がれ。さあ、水の中で群がってる生き物、群がるっていうのはたくさんの数で一緒にいるっていうことですね。私はあの水族館に行った時にですね、イワシの大群がすごいキラ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 してとっても綺麗なのを見ました。イワシの大群はそんな風にもういつも一緒にいるわけですね。でもそれ以外にも、例えばちっちゃいプランクトン、そういうのも水の中でわーって固まっていますね。またイルカだってこう大群で動いたり、あのクジラもそういう風に動いたりもしてますよね。そんな風にいろんな海の中の動物が群がっています。じゃあ空の鳥はどうでしょうか？空の鳥は一匹で飛んでる鳥もいますが、群がってる鳥もありますよね。どういうものか、何ですか？そうそう、渡り鳥がありますよね。あとあのこうクルーズっていうかね、船でちょっとあのどっか行ったりするとね、カモメがものすごい数ね、わーって飛んできたりしてますよね。そういうふうに群がったりします。でも空を飛ぶものはね、鳥だけじゃないんですよ。昆虫はどうですか？昆虫では例えばイナゴだとか、それから蝶々もですね、ものすごい数でですね、パーって飛んでたりするのも見たことがあります。そういうふうに空を飛ぶものも群がって飛ぶものが、神様作りなさいって言ったから、そんなふうにできてるんですね。そして海の居住と書いてます。海の大きな生き物、もちろんクジラだってそうですけど、恐竜だってそうですね。海の中で泳ぐ恐竜、名前知ってますか？そう、私はちょっとねちゃんと覚えてないんですけど、ぜひ私にまた教えてください。海で泳いでる恐竜がいます。そういう恐竜も神様がこの時に作ってくださったんですね。そして神様はそれがどん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 増えるようにと言って、そしてそれが増えてきたんです。じゃあ次、24節から読みます。創世記1章24節、神は仰せられた。地が種類に従って生き物を生ぜよ。家畜や這うもの、野の獣を種類に従ってそのようになった。さあ、ここではどうですか？動物っていう言葉出てきましたか？出てこないんです。動物というのはですね、実は植物に対して動物なんです。植物は歩いていきますか？歩かないですね。だから動物は動くことができるので、動物っていうふうにして動くことができるよっていうふうに言ってるんですが、神様がここで言ってるのは家畜、這うもの、野の獣って言ってるんです。さあ、家畜どんなものがありますか？そうですね、牛、豚、羊、ヤギ、あと猫、犬、こういうのは家畜ですよね。で、家畜というのは神様が最初に創造された時に家畜として作ったんです。
え、家畜として作ったのって、そこら辺にいて人間が一緒にこうやって手なずけて一緒に住むようにしたんじゃないのかなと思うかもしれない。違うんです。神様が最初から家畜として人と一緒に生きるように作られたもの、生き物、それが家畜なんですね。そしてその家畜はどういうものか、さっきの牛、あなたは不思議だと思いませんか。普通牛は自分の子供にミルクを飲ませますよね。でも自分の子供にミルクを飲ませるだけあればお乳は足りるじゃないですか。ところがなんとこの乳牛っていうものはものすごくたくさんミルクが出るわけですね。そしてそのたくさん出たミルクを私たちが飲んだり、ヨーグルトにしたり、チーズにしたり、バターにしたりして食べてます。でもこれは人間と一緒にいるからこうやって人間が食べることができるように神様がそのような牛を人間に与えてくださったんですね。素晴らしいと思いませんか。そしてあの犬とか猫もちゃんと人間と一緒に住むようにできてるんです。犬はとっても忠実ですよね。いろんなお手伝いをしてくれます。で、まあ猫はちょっと気ままなとこありますけど、猫は人間を和ましてくれたりもしますね。そういうふうに神様はいろんなものを作ってくれます。そしてこの家畜に対してもう一つ別のものが野の獣って、これはまあ言い方を変えるとワイルドアニマルとかも言うんですけども、つまりあの野生の動物だから野生の牛だっているし野生の羊だっているんですよね。野生のものは人間に飼うことできません。野生のものがたくさんいて、でそれはなぜかっていうと人間とその家畜とは一緒に関係を持てるけど、人間とは関わりなく生きる動物、それが野生の野の獣っていうことになるんですね。ここでも神様が作ってくださったものに対して確かに人間を中心にして家畜か野の獣かっていうふうに分けてるんです。神様いろんなものを作られましたが、それはすべて人間のためです。そしてここにね、もう一つ大切な言葉、種類に従ってという言葉があるんです。この種類に従ってという言葉は何かっていうと、神様が定めたルールに従って神様が種類を分けてるんです。で神様が分けてるのでそれらのものがちゃんと別々で生活できるようになってるんです。混ざらなくなってる。植物も動物もみんな神様が種類っていうのをちゃんと決めてるんです。この種類っていうのをね、決まってるので種類を超えて子供を作ろうと思ってもできないんです。昔はね、レオポンとかラバとかって言ってね、あのアイノコモのようなものを作ったんですが、それらは子供を産むことができないのでできないんです。ところが今ちょっと怖いものがあります。それは何か。それは実はですね、遺伝子組み換えというものです。神様の設計図を人間がいじってしまうことによって、今までこの世に全くなかった新たなものを作ってしまう。でもその遺伝子組み換えによって病気になってしまったり、また死んでしまうようなものが出てきたり、自然を崩壊させてしまったりするんですね。神様は人間のために素晴らしくちゃんと種類を分けて作ってくださいました。ですからそのことをしっかり覚えて、神様が作ってくださったものが最高なんだっていうことをしっかり覚えておいてください。でないとこの人間が勝手に金儲けにやってしまったために逆に人間が滅びてしまうなんてことにもなってしまうんですね。では神様が作ってくださった生き物に感謝してお祈りします。一緒にお祈りしてください。天の神様、神様はこの世界を本当に素晴らしく作ってくださいました。空の鳥、海の中で動く魚や、また恐竜やいろんな生き物、また家畜、そして野の獣、神様はそれぞれを本当に種類に従って人間のために作ってくださいました。本当にありがとうございます。そのことを通して神様が私たち一人一人をどれほど愛して大切に思ってくださっているかを知ることができました。私たちが神様が作られたものに感謝しながら日々生きることができるように助けてください。この時を感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。今日の指令書一つ、家畜とは
どんな生き物かな？一つ、種類に従ってとはどういう意味かな？生き物について考えてみよう。またお話の家で待ってます。ごきげんよう。神は仰せられた。地が地に従って、もう生ぜよ、家畜や這うもの、野の獣を種類に、そのようになった。創世記一章節。覚えられたかな？創世記一章24節。生き物が作られた時のことをわかったかな？御言葉の蔵。